札孫自動車道は北海道小樽市を起点とし、札幌市に至る延長 38.3km の高速道路である。略称は札孫道。国土開発幹線自動車道の路線名は北海道横断自動車道であり、この一部区間である。高速道路ナンバリングによる路線番号は E5A が割り振られている。高速道路としては急なカーブが多いため、 最高速度は全線で時速8 0トルである。当線のサービスエリアパーキングエリアには給油所は設置されていない。1972年の札幌オリンピックの際に主要路線となる道路を将来計画から優先的に整備するオリンピック関連道路整備計画策定を受け、1971年に一般国道5号のバイパス道路、 札幌をたる道路として建設されたもので、札幌バイパスとも呼ばれていた。1973年に高規格幹線道路への改修を受け、高速自動車国道へ格上げされた経緯を持つ。札幌西 IC 札幌 JCT は、札幌新道中央分離帯上の高架橋である。大部分が市街地を通っていることから、一般の高速自動車国道にあるようなフル規格の インターチェンジを設置するスペースがなかったため、ほとんどのインターチェンジが、ハーフ IC となっている。ここでは、IC 番号を、キロポストに従い、札幌 JCT をたる IC で記述する。トンネルの数ハイウェイラジオ、札幌西 IC をたる IC 間先行開通した、札幌西 IC をたる IC は、一般国道バイパス時代からの名残や料金、体系的に独立しているため、 他の高速自動車国道と異なる変則的な料金収受方法をとっている。以下の設備や料金収受方法等を組み合わせて利用区間を把握することで通行券を発見しない IC と通行券紛失等の区別がつかなくても支障のない形で料金を収受している。シリベシ自動車道開通に伴う各料金所の回収に合わせて手稲 IC 以外の入り口料金所で レシートタイプの入り口券から他の高速道路でも使われている通行券への変更が随時行われた。入り口出口 ETC 利用の場合で札幌西 IC から流入する場合 ETC 割引制度の適用は流出時刻のみで判断される。また、アシ IC から札幌方面に向かう場合、上述の通り2018年6月27日以前の方式では 料金は二度に分けて引き落とされていたが、その場合でも割引が適用されるかは、全区間の利用時間から判断されていた。均一区間札幌西 IC 同々、札幌南 IC は均一区間であり、小樽方面、苫小牧方面、旭川方面から同区間に入る際に料金を支払う。均一区間と均一区間以外の区間を連続して利用する場合には、 それぞれの区間距離及びそれぞれの区間内にある料金所の通過時刻により ETC 割引の適比を判断する。2009年3月28日から2011年まで実施されていた休日特別割引においては普通車、軽自動車等は5割引、上限1000円になるが、殺損動機にいつ区間をまたぐ場合についても4月29日から乗り継ぎの特例として 通算で1000円となっていた。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ハイウェイウォーカー北海道版2018年11月号においては、従来の方式で記載されているのに対し、同2018年12月号においては、新しい方式で記載されている。浅里 IC から入った場合、小樽 IC まで利用する場合よりも低い料金で利用できる IC はない。 2018年6月現在、浅里 IC 小樽 IC 間の普通車、通常料金は240円であり、これは浅里 IC から反対方向に向かった最初の IC である千箱 IC までの同料金を下回っている。東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社2017、 p 標識編4から12高速道路ナンバリング一覧国土交通省2020年11月20日閲覧 abc d 野アサイ二千十2015 p91 札幌の通り pp 83から93北海道の高速道路の幕開け札幌オリンピックに合わせて開通した道々と殺損道マイナスハイカラナ旅北海道 東日本高速道路2018年9月11日閲覧 E-MOE しりべし自動車道が平成30年12月8日に開通します東日本高速道路株式会社2018年10月19日閲覧北海道横断自動車道再評価東日本高速道路2017年1月6日閲覧2018年度 ハイウェイウォーカー北海道版11月号北海道エリアマップネクスコ東日本2019年2月27日閲覧2018年度ハイウェイウォーカー北海道版12月号北海道エリアマップネクスコ東日本2019年2月27日閲覧 e サスソン自動車道でいね IC の 小樽方面の入り口が11月24日14時に開通します。東日本高速道路株式会社。2019年11月12日閲覧。ABCDEFG、サッソン道、シりベ市道の料金体系、注意事項。ドラップラ。東日本高速道路。2018年11月30日閲覧。ABCD 浅里 IC 入り口例に行き先方向別化と自動発見機の導入について。ドラプラ。東日本高速道路。2018年5月25日閲覧。E5A サスソン自動車道ア里 IC。丁寧 IC 幹線は i c 改築工事による終日対面通行規制のお知らせ。東日本高速道路。2018年10月19日閲覧。E5A。 サッ道庁里本線料金所設置のお知らせ。東日本高速道路。2018年11月16日閲覧。浅里 IC から入る際の料金表示等について。ドラップラ。東日本高速道路。2018年1月15日閲覧。北海道版高速道路料金ガイド。東日本高速道路。2018年9月11日閲覧。 プレスリリース、北海道支社、プレスルームネクスコ東日本。www.e-nexco.co.jp。2018年12月8日閲覧。サスソン道の料金体系、注意事項。ドラップラ。東日本高速道路。2018年10月21日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2018年11月30日閲覧特定区間の乗り継ぎ特例休日特別割引 ETC 割引情報ドラプラ令和2年度全国道路街路交通情勢調査の延期について国土交通省道路局2021年4月4日閲覧ありがとうございます